イバームクーヘンです。ただいまですね、西新井大師来てますけども、角屋、これ後でですね、名物のですね、美味しいと言われる、焼きそばちょっと食いたいと思いますけども、本日はですね、訪れた目的はですね、ボタン園花祭りやってるんですよね、まあ、西新井大師ですね、花祭りやってるんで、ちょっとボタン園をちょっと見に行きたいと思います。西新井大師ですね、ボタン園ですね。どんな感じかですね、ちょっと中のですね、花とか回って見ていきたいと思います。ちょっと西原大師の花祭りですね、中田屋清水屋ですね、バトルが起こる、ちょっと見せましょうかね。はい、まあちょっとこんな感じですけど、ちょっとボタン園がこっちにありますんでね、先にボタン園を回っていきたいと思います。まっすぐ行ったところに私の今日の目的のですね、ボタン園があります。まあ、時期がですね、この動画を投稿する頃はもうずれちゃってますけども、ちょっとですね、皆さんもですね、来年見に行ったらいいんじゃないかなと思いますんで、今からボタン園に繰り出します。はい、じゃあ行きましょう。こんな感じですね、入り口ですね、行きましょう。まだそんなでもないのかな、あ、でもまあこれから咲くのかな、吉野川、旭港、なんかいろんなですね、名前が書いてありますけど、八重桜はこれ結構いいな、このボタン、これはなかなかいい感じのボタンですね。赤道の輝き、すごいな、赤道の輝きですね、これは完全にありますね。なるほど、まあ、ちょっとこっちの方、これもちょっと枯れかかってますけどね、こんな感じでボタンあります。はい、でこれが、これも花がですね、こんな感じですけども、綺麗ですね、これボタン。ちょっとあれですね、もうあれかな、昼朝来た方がいいのかな、なるほど、まあ、綺麗ですね、まあ、いろんな感じの花がね、ちょこちょこ咲いてますけども、ちょっとこっち、おっとっとっとこっちの方がですね、ちょっとあるやつを見ましょうかね。なるほど、まあこういう感じですね、白いですね、ボタンも咲いてますね。こっちはアジサイとかちょこちょこ咲いてるそうですね。まあ、こっちはなんか、これはツツジかな、ツツジが紛れて咲いてますね。でこれもちょっとなんかね、朝来た方がいいのかな、これ。もうちょいでかくするとこういう感じですね、こういう感じです。藤錦、藤錦ですね。ちょっとこういうちょっと逆向きでちょっと恐縮なんですけども、こういう感じですか。ちょっとね、見た目がうまく撮れないで申し訳ないですけども、これもこういう感じで綺麗に咲いてますね。こんな感じです。おっ、花祭りやってますからね。ちょっとまあ皆さんはですね、
もうこれ動画流す頃はもう終わっちゃってますけども、また今度ですね来ていただきたいと思いますけども、これオレンジ、あの黄色のですね、ボタンですね。いい感じですね。いい感じです。このボタンはもうちょっとね枯れちゃってるというか水分がなくなっちゃってますけどね、いい感じですけども、こういう感じですね。はい、なかなかねいい作りになってますけども、ちょっとこっち行きましょうか。あ、ここはねちょっと通れないように通せんぼ、これまあいろいろ咲いてるんで、ちょっとじゃあ行きましょうかね。ウォッツ、アジサイ、はい、綺麗なボタンですね。こんな感じで、これもなんかすごい綺麗だな。わっさーってですね、なんか、いっぱいついてるんで綺麗に咲き誇ってます。あ、すいません。このボタンで、これも綺麗に咲いてますね。はい、これはなんかすごいなんか洋品、洋なんか、なんかヨーロッパ的ななんかあれですね。はい、あと真ん中に咲いてるこのやつも、まあ、いつものボタンですね。はい、なかなかいい感じですけども、これなかなかいいですね、このポジショニング、これはなかなかかっこいいですね。勝負がね咲くんでね、勝負もまた綺麗に、これいい感じの景色ですね。なかなかいい感じじゃないですか。あ、八千代椿、これなんでしょう。ちょっとこっち行きますか。まだこれから咲いてないのもね、よいしょ、これ八千代椿、これはまあよいしょ、まあこういう感じ、まあ、いろいろね見るのも、いい感じですね。これなんだろう、ちょっと中央でね、じゃあダーンと鎮座してるのはこれなんでしょう。これは皆さんなんでしょうね。これをちょっと見ましょうかね。ぐるっと回ってカメラの三脚の使用を禁じますと。第一ボタン園、じゃあダーン、第一ボタン園ですね。堂々と鎮座ですね。第一ボタン園。あ、これは綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗だ。これは綺麗な花だな。この花も綺麗ですね。なるほど。やっぱね、これが来れない方はですね、来たような感じになっていただければ幸いですけどね。洋風なボタンですね。これオーソドックスなボタンですか。オーソドックスなボタン、まあ、これから咲くのかな、いっぱい、まだまだ。よし、こんな感じですね。広くボタンのあれがですね、棚がありますけども。そっちの方はまだ行ってないか。よいしょ。そうですね。もう、これなかなか綺麗じゃないですか。これ綺麗ですね。ゴミは各自で持ち帰りましょう。まあ、当たり前じゃないけどね、こんなところでゴミを捨てるばかりいないでしょう。
って言いたいですけども。なるほど、西新井大社もですね、なんか見えてますけどね、いい感じじゃないですか。あ、これがこれね、ボタンならではって感じですね。皆さんこんな感じです。ボタンならではって感じですね。ゆらゆらと出てますね。ほう、あとこれもなかなかいいですね。あ、これもなかなかいいじゃないですか。なるほど。でもここが一番風景的にでも完璧ですね。いいですね、いいじゃないですか。もうちょいあれかな、これ黄色いボタンですね。黄色いボタンですね。これもいいですね。やっぱオーソドックスボタンですね。オーソドックスボタン、これもなかなかいい感じですよね。皆さん、西新井大社はですね、こういう感じでも結構まあまあ、あのボタンのですね面積を取ってるんでね、結構これはねゆっくりとですねお花見できるかもしれないですけど、今日はですね夏日なんでなかなかね暑いんですよね。いいですね、いいです、いいです。ハイヌーン、島の富士、いやこれはまあこのいい感じじゃないですか。七福神、いやこれかっこいい。これサムネかな、これ絶対サムネですね。これ多分ね、これ島の富士だと思います。これこういう感じですよ。これいいじゃないですか。これ完璧ですね。黒龍錦、黒龍錦ですね。もう完全とありますね。手入れをなさっている方も多くいらっしゃいますけども、はい、やっぱりね、私が一番の今日のねナンバーワンに挙げさせていただけたのはこれです。やっぱり島の富士ですね、皆さんですね。島の富士、これが一番いいです。はい、あと昭和の夢、花プリンセス、プリンセス、プリンセスですね。昭和の夢でいいのか、これ。あ、違う、これプリンセスですね。プリンセスって書いてありますんで、これはちょっといい感じですけども、はい。じゃあ皆さんですね、ちょっと出口でちょっとエンディングになりましたけども、皆さんですね、西新井大師のボタン園、ぜひですねちょっと来てみてください。入場無料ですね。ゴールデンウィークにぎわうと思いますけども、これからどん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 花咲いていくと思います。ぜひ見に来てください。どうもありがとうございます。ところおまけでですね、ここにですねお賽銭やるところ、こんな綺麗なですねお賽銭やるところにねボタンの花がいっぱい、咲いてます。皆さん、こんな感じで綺麗に咲いてますよ、ボタンが。ぜひ来てくださいよ皆さん。こっちにもですね黄色いボタンが咲いてますし、これもですね株式会社フジテレビジョンスポーツ局と思って書いてありますね。まあボタンがありまして、これも綺麗なボタンですね。
素晴らしい。これは素晴らしいですね。わあ、綺麗だ。素晴らしい。わあ、これも素晴らしい。見てこれ、この花、素晴らしい。ほう。うわー、これ豪華だ。豪華絢爛ですね。これはですね、ぜひ無理くる価値ありますよ。ぜひ見に来てくださいませ。いいですよ。はい、ありがとうございます。